おはようございます。塚原農園です。今日は農家の家庭菜園シリーズやっていきたいと思います。あーちゃんおはようございます。おはようございます。今日はさ、里芋について、ね、ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、里芋なんかどう？里芋いい ね、ダイエットに最高じゃない？さ、里芋って言ったらもうネバネバしてて美味しいしさ、もう体にもいいってね。そうだね。ちょっとね、エコちゃん今日も来てますね。こんにちは。こんにちは。ふわです。見てください、このモコモコモップちゃん。ふわです。モップみたいでしょ。こんにちは、ね、皆さん。我が家の猫じゃないんですけど、いつも遊びに朝来てるんで、ちゅ。かわいいね。よろしくでちゅ。はい。そして里芋なんだけれども、これ、見てここ。じゃじゃーん、じゃじゃーんって何って。草の山、ね、草じゃないからこれ。どうしたの？これさ、上にあるのさ、これ何でしょうか？わら？これ？わらだね、この下に里芋生けておいたんですよ。入ってんの？入ってます、入ってます。去年栽培してきて、これ10月11月の間に掘ったんだよね。一緒に掘ったでしょ。そうだね。あれを今年種芋として使う分として、この中に生けておきました。埋めておいたんですね。じゃあこれをさ、ちょっと掘っ、どかして、種芋があるかもしれない。あるんだと思う、あるはずなんだけどね。なくなってたりしてね。ちょっと見ていってみましょう。こっちをかぶせたんだね。そう、まずはこの藁をちょっと脇にどかしておいて、はい、そうだね。はい、じゃあ藁をどかしましたので、このてんこ盛りに持った土をちょっと手でどかしてみてください。はい、草も取りつつ、もうね、山にしておきました。柔らかいでしょう。上に藁をかけておいたから、ね、これしもげなかったはずなんだけれども、さてどうでしょうか。どうですか？もみ殻。お、出てきましたか？はい。草取っちゃいましょう。ね、仏の座もね、だいぶ出てきたから、もう暖かく春になってるんだね。まあまだ植え付けにはちょっと早いけれども、もう準備していかなくちゃ。そうだね。ね。出ますか、出ますか。ほら、いっぱい。見て見て。すごいでしょ。ツタンカーメンが出てくるかもしれないよ。出てくるかも。じゃあもみ殻を出しつつ、ちょっと両手で突っ込んで、できれば先端とかね、芋をつっついて、芋だけポロって取らないように塊のまま取り出すイメージで。これバラして入れてませんので。お、出てきたね。これ、はい、それです。お、出てきた、出てきた。よかった、腐ってなかった。うわ、すごいぞ。大きいからね。あ、こっちにもある。はい、去年の大きかったもんね。大きかった。それにね、美味しかったよ。美味しかったよね。うん、もうそろそろこの辺り、ここで一株、ここに二株あるよね。ちょっとこれ両手でこっちの方とこっちの方で、もう手で掴めばわっと上がるんじゃない？すごい。すごいですね。重いよ。重量で5キロ近くあるんじゃないかな。ちょっともうちょっと切ってよ。おー、大きい大きい大きい。あ、ちょっと大きいって言ったんですけど、大丈夫ですよ。うわー、よいしょ。おー、出た。じゃあこっちに開けてみましょうか。ゆっくりね。おいし、おーし、じゃあこれ一つでちょっと見ていきましょう。はい、はい、今こんな感じで掘り上げをしました。これが去年収穫した10月頃に
掘ったものをこの中に生けておいたんですね。これ今横にしてある状態なんですけれども、大きなものがあります。でここからこっち反対側に種芋があったんですね。こういったものが一つ植え付けをしましたと、うん、そうするとそれが成長してきてニョキニョキニョキっと、でここから葉っぱが芽が出てブーっと2メートルぐらい出て、大きな葉っぱがちょんちょんちょんと出てたんですね。こうだね。そうだね、そんな感じ、うん、ここからブーっと出たんだよね、うん、で10月11月になってさあ掘り上げるぞという時に茎が邪魔だからバツンと切った、うん、でスコップで刺してよっこらせーっとってて取れたんだよね、うんうん、見えてこんなに芋があるよ。すごいでしょ、ね、すごいねこれ、うん、どう寒い間さこのもみ殻で保存しておいたけどさ、うん、雨も降ったし染みてるはずだよね、うん、でもこのもみ殻を上にやっていたことによって、うん、この真上を水が落ちずに、うんま、こう外にね、うん、水は広がっていったわけなんですね。すごいね、腐ってないもんね全然。そう、でもこれもしもみ殻入れずにただ土だけかぶせちゃうと、うん、雨が降るとは普通に下に浸透しちゃうよね、うんうんうん、そうすると腐っちゃうの。へー、もみ殻があるところは意外と、もみ殻ってさお米収穫した後山にして積んでおくときあるじゃん、うん、雨降るとさ中どう翌日とかこうどけるとさ中湿ってる？湿ってないんだよ。湿ってないんですよ、うん、そうなんです。それと同じような役割をこれはしてるんですね。すごいね。でも乾いちゃうとさ草逆にしなびちゃうよね、うん、でも土に埋めてあるから湿度は常に一定の温度で保たれていたということです。お、天然の冷蔵庫だね。天然の冷蔵庫なんですよ、はい、すごい。まあこんな感じで掘り上げてじゃあもう使おうと、うん、だいたい植え付けをするのが、うん、関東だと3月のもう下旬頃から早くてできます、うん、じゃああと 1、2週間もうねあっという間だから、うん、ということでもう掘り上げましょうということで今掘りましたと、うん、ね、はい取れました。これをじゃあちょっとばらしていきましょうか、はい、ね、このままちょっと植えらんないからね、うん、上に出ている芋はポキポキと掘っていきましょう。何か気をつけることありますか？そうだよね、特にいつも収穫した後に里芋を食べるようにばらす感じで、うん、特に大丈夫です、うん、ね、こんな感じで大きいですね。すごい、わおわお、すごいね、ほらこんなにいっぱい。そうだね、こうやってくっついてるとこのまま植えらんないから、うん、これはこれでパキンとね、こんな感じで取っちゃいましょう、はい、でなるべく大きい芋を種芋にしていきたいと思います、うん、大きいのね、うん、これ保存する時の、まあ、来年の参考にしてもらえればいいと思うんだけれども、うん、これ保存する時に、うん、今掘り出したら塊のままだったでしょ、うん、これをこんな感じでばらしたもの、うん、これやっちゃうと、うん、うん、しなびちゃうんですよね。あ、そうなんだ、うん、あと痛み、うん、ここ見て、これバラすとこれ傷口があるでしょ、うん、こっから菌が入っちゃったりするんだよね。へー、掘ったらもうこのまま、うん、で親芋となっていたところから出ている大きな塊が今中心に今手で掴んでいると、うん、あ、それそれそれ、うん、それを栄養ちょこ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 もらいながら生きていたから、やっぱりバラさない方がいいんですね。すごい、うん、頑張ったね、ね、うん、すごい大きい、見てください、こんなにあります、あっちゃん。食べちゃわないでよ。今ちょっと食べようかなって考えてた。食べようかあ、そうだね、これ種芋として余ったものはもちろん、うん、あの普通に食べられるからね。おう、うん、早速じゃあ夕飯に、はい、特にさこういった細長いのとかさ、うん、これちっちゃいのとかあるでしょ、うん、こういったものを皮付きのままさ茹でるとさ絹担ぎって言って、うん、トゥルンとやってさ、うん、砂糖味噌砂糖醤油とかチョンってつけて食べたら美味しいよね。美味しいね、うん、そんな感じでいいでしょう。はい、はい、あ、綺麗に取れましたね。はい、はい、こんなに取れました、一株で。ねえ、これ何個ある？20個ぐらいあるんじゃない？20個以上ありそうじゃん。あるか。30あるんじゃないかな。うん、
そう。すごいね。うん。まあこれがさ、親芋となっていたところの、でも親芋って言ってもこれが親芋じゃないんだよね。うん。例えば、これが今年、去年ね、植え付けたのに、さ、種芋だったと。うん、こうやりましたと。うん、そうすると、ここからぐーっと、これが膨らむんだよね。うん、さらに、こういったものはこのままなんだよね。うん、これは、親芋は食べられなくて、ガリガリして食べられないよっていうのは、うん、ここが食べられないよっていうこと。うん、こっちは、もう、八つ頭のように、ほく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 してるから、うん、それを間違えて、これ捨てちゃう人がいるんだよね。うん、これは全然美味しいので。まあこれ参考にね。もったいないよね。もったいない。そう。はい、それではこちらばらした小芋ですね。はい。いっぱいありますね。うん。はい、じゃあこれを分けていきましょうと。はい。はい。じゃあそうですね。あずちゃんだったらどうする？全部使っちゃう？うん。そうだね。もったいないからさ、こういうのも植えればでんじゃないかな。もったいないよね。うん。はい。でこの中でも全部もちろん種芋として使えます。おでも、うん、個体差が出ちゃいます。差が出ちゃうんだよね。あうんそうこんなにたくさん収穫するには、うん、やっぱりそれなりにある程度の大きさが必要となってきます、うん、そっか。それがだいたい重さではなくて大きさでいうと卵に近いぐらい、お M 玉か S 玉ぐらいの卵サイズ。あそうだね、これこれこれ、うんこれね、一つ 150g ぐらいあるかな。うん、ありそう。うん、120以上あれば、うん、まあだいたいこのぐらいの、うん、今ある、うん、20から30個の里芋は収穫できます。おー、すごいね。そう。じゃあちょっとちっちゃめのものを手に取ってみましょう。ちっちゃめ、これかな。うん、あと細いのとかどうかな。そうだね。あ、それだね。はい。うん、こんな感じ。こっちは OK だよね、うん、でこの特にこうちっちゃいもの、うん、これでも十分できるんだけれども、うん、これを栽培した場合同じようなこういったものが10個ぐらいしか取れません。そうなの。そう意外と葉っぱは大きく茂る割には、うん、こういうのもばっかり。あ、まあ、農家として自分が栽培しているものはもう全部これを使います、うん、あとこれ細いやつあるよね、うんうん、これはこれも芽が出るんだけども、うん、これはほとんど芋つきません。だからこの2つは掘った時に出たら、うん、これは、うん、プランターに植えて、うん、観葉植物で楽しむか、おもしくはこのまま茹でて絹担ぎで食べましょうと。ああいいですね。じゃあ、うん、今日食べます。じゃあこれを意識してこっちで使えるようなものをね、はい、分けていきましょうか。まあ、大体スーパーで販売しているような里芋ってあるでしょ、うん、あのぐらいだったらもう十分 OK かな。うん、うん、OK、はい、どうですか。そうですね、大体こんな感じで、まあこれは贅沢な使い方なんだけれども、うん、まあ結構いけそうなのもありますが、うん、じゃあこれは今晩のあずちゃんさんの、はい、はい、晩ご飯で、はい、はい、じゃあ今日はカレーでもね、シチューとかじゃがいもの代わりに里芋は美味しいよね。美味しいね。とりとしてね、うん、新じゃがでができるまでこれでやっていきましょう。いいですね。じゃあこれ分けましたと、はい、はい、できました、はい、じゃあこれ種芋として使っていきましょうということですね、はい、うん、でこのまままた土の中に戻しちゃう。さっきね菌が入るからダメって言ってたね。そうです、うん、これもう分岐しちゃう。もうここバキッと折って、うん、ね、ここ傷口があるので、うん、こう土の中にもう植え付けをするまでは戻さないでください、うん、はい、でこの分けましたよね今、うん、傷がありましたと、うん、じゃがいもってさ、うん、大きいものって半分に切ったり3等分にしたり切った後何をしましたか。あ、あれですね、はい、乾かしました。はい、乾かしましたよね。はい、はい、風通しのいいところにこういったトレイに置いて、うん、2、3日してこの傷口を乾かしてあげましょうということをします。はい、はい、でそれと同時に、うん、じゃがいもってさ切り口を乾かせるだけじゃなくて何かこんなトレーに並べて何かやったよね。 何を出した。芽。そう、芽出しっていうのがあったよね、うん、じゃがいもと同じような芋だけれども、うん、里芋どうなのかっていうこと。あ、どう思う里芋。どうする、あずちゃんだったら。でもやっぱりじゃがいもと同じ感じだから出した方がいいかな。あ、出した方がいい感じ、うん、うん、
これはねどちらでも大丈夫です。あ、そうなんだ。じゃがいもと同じでもう構いません、うん、出してもいいですしこのままでもいいです。で里芋の場合もじゃがいもと同じで、うん、これを翼高育芽みたいにすると、うん、まあ、こう地中の中にもうね眠っている段階でこんな感じで見てください。これ出てるじゃん。芽が出てますよね。かわいい。はい、これがいずれ地上部に出てくると、うん、あのトトロの葉っぱみたいな、うん、でもトトロの葉っぱって里芋かな。あれはわかんない。すごいでかいけどね、うん、ま、私たちやったよね、うん、そう、その芽になります、うん、つまり芽出しをせずともこうやって芽が出ちゃう、うん、もうここ木にあったかいんだよね、うん、昔みたいに大雪が降らない。そうだね。まあちょっと今回特別降った地域もあるけれども、うん、本当に何十年も昔に前に比べるとこうやって放置しても出ちゃうんです、うん、だけれども、うん、太陽の光にこうやってトレーに並べてちょっと当てた方がいいです、うん、まあ、つまり切り口を乾かす意味で 2,3 日当てるわけだから、うん、それでも十分なんだけど、これなんでやった方がいいと思いますか。まあ、芽出しはもう出てる、必要はないと、うん、やってもやらなくてもいいと。だけども光に当てた方がいい。あれだ、冬眠してたから、うん、起きてーって。あー、正解です。おお、すごいじゃんすごいじゃん、はい、まあもう芽が出てる、これはスイッチは入っているのは入っているんですよ、うん、これはなんで入っているかっていうと、種芋これ全体的にまん丸だったでしょ、うん、上の方だったものはもうあったかいから、それで反応してスイッチが入っちゃった、うん、だけども上の方があるってことは下の方にもあるよね、うん、下の方は冷たいよね、うん、スイッチが入っていなかった。だから見てみると、うん、ほら芽出てないよね、うん、これは芽出てない、うんうん、このまま植えてももちろん出るんだけれども、なるべくは、まあ、こういう風なものの方が、うん、まあ、腐っていないとかちゃんと芽が出るとか確認できるわけだから、うん、まあ、こういったちょっと出た方が、まあ、いいかなと、うん、ね、でスイッチを入れるわけです、うん、少しこう気温暖かいところに出してあげる、うん、そうするとお春が来たって、うん、芽出さなくっちゃって、うん、俺たちが育つ番だぜみたいな、うん、それ認識させてあげる、へいうような感じで、紫外線にちょっと当ててあげると、うん、紫外線ってさ殺菌効果があるって聞いたことありませんか、うん、あります、あります。靴とか洗った後よく外にさ干してさ、うん、太陽の光に当てるといいって言うでしょ、うん、それを同じような感じで、うん、地中深く眠っていたわけだから、うん、ここに吹いている雑菌なんかを太陽の紫外線でちょっとね殺菌もしちゃいましょうという感じなんですよ、うん、まあ、これなんかすごいね、芽がねほら、うん、薄いケバケバが覆われてるけれども守ってんのね。そう、このケバケバもちゃんとこの新芽が出た時に守ってあげるようにケバケバがあるんですよ。すごい、芋が凍らないようにと。自然のね生命力すごいよね。すごいね、あなたたち、うん、ということで、うん、もうバラしてトレーに並べたら、うん、まあ、2,3 日、うんうん、本当にこうがっつりとこういったとこじゃまずいよ、ここの畑はね、うんうん、暑すぎちゃうんで、うん、しなびちゃいますから、うん、でちょっと半日陰のところでもいいから当てれば紫外線にも入りますので、うん、で 2,3 日置きますと、ね、スイッチを入れますと、はい、でも植え付けまでまだちょっと時期がまだちょっとあるよね。そうだね、まあ、3月の中旬ちょっと過ぎた頃です、うん、で植え付けが3月の下旬と、うん、まあ2週間ぐらいかな、うんうん、はい、いかがだったでしょうか。このような感じで昨年収穫をしたものも天然の冷蔵庫穴を掘ってもみ殻と、うん、稲わらを使ってですね保存しておきましたが、はい、見事にあずちゃんこっち、はい、ほら、ね、いい種芋がねこれ使えるね、はい、よかったね、よかった、うん、保冷庫買わなくてよかったね、うん、うん、得しちゃったん、天然の冷蔵庫に感謝ですね感謝ですね、はい、ということで、今日は里芋の、種芋としてですね、掘り上げたものを準備ですね、するということで、ご紹介させていただきました、はい、また並行して土作りももうそろそろやるようにしてみてください。あとは季節に合わせてだいたい3月の下旬から、関東で始まりますが4月から5月の上旬ゴールデンウィークまでに、
里芋は植え付けをすれば十分間に合うと思いますので、堆肥などを入れてない方いましたら今から堆肥をまいてですねやってみてはいかがでしょうか。では今日はこの辺で動画を失礼いたします。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。